すごく綺麗です。傷つくのが怖くて逃げてばっかりじゃないですか。次のフェアで行う模擬挙式ですが、新郎新婦役のモデルは使いません。でも運がいいことにうちにはモデル顔負けの男女が揃ってるからね。天城チーフ、上坂チーフ。上坂君と模擬挙式なんて無理だ。一緒にいたらまた揺らいでしまう。じゃあ次、天城さん。はい。すごく綺麗です。だけど心のどこかで、偽物でもいいから隣を歩きたいって思ってる私が。こんな息がかかるほどの距離、いつぶりだろう。それ彼と仲直りしたから。彼って、じゃあ上坂君とは。はい。ねえ、上坂君はどうなるの。どうなるって、上坂君が取り持ってくれたんです。お互い寂しくなっちゃったね。行こっか。あ？寂しさを埋められるのは飯野さんじゃない。それは飯野さんも同じでしょ。彼の家まで一緒に行って、結婚式のこととかいろいろ丁寧に話してくれて。そんな、上坂君は飯野さんのことが好きなのに。天城さんがこんなに恋愛劣等生だったなんて。天城さん、傷つくのが怖くて逃げてばっかりじゃないですか。上坂君が私のこと好きだから諦めるの？本当にそれでいいの？ちなみに上坂君は私のこと好きじゃないから。じゃあ私はお店に戻ります。